皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。今回の動画では GU で素敵なセットアップを2点購入してきたので紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。それではスタート。で、今回買ってきたのが2種類のセットアップなんですけど、まずレースっぽいセットアップと、こちらのペケテパンツのセットアップでございます。はい、こちらの2点を今回は紹介していこうと思います。はい、まずはパンツのセットアップから紹介していこうと思います。まずこのトップスが、フロントボタンキャミソール1490円でございました。で、下がベイカーポケットワイドパンツ、こちらは1990円でした。広告で中条あやみさんが着てるんだけど、お色がね、お色が黒、ブラウン、ブルーの3種類でございます。前回 GU 行った時から可愛いと思って目をつけてたんですけど、お色はね、黒を買いました。茶色はちょっと、ね、オレンジが強い茶色って感じのお色です。ブルーもね、素敵だった。はい、こんな感じのトップスとなっております。ボタンがね、1,2,3 4つついた、こんな感じのボタンが4つついていて、結構ね、生地が夏っぽい素材になっています。で、これね、キャミソールなんですけど、キャミソールじゃなくて結構太めのトップスなんかもあります。結構ね、ポケットが大きくて素敵で、ウエストゴムなのでね、とても良いですね。なんかこれ使い勝手が良さそうです。はい、こんな感じのセットアップです。で、中入れるとスタイルよく見えると思う。ハイウエストタイプのパンツなので、めちゃくちゃね、スタイルがよく見えると思うね。めちゃくちゃいいな、これすごい楽。あとめちゃくちゃ動きやすいの、いいね、楽。これね、下着見えちゃうんじゃないかと思ったんだけど、今ね、なんだろう、スポーツタイプの下着をつけてるので全然問題なく見えずに着られます。意外と V ニップがそんなに深くないので着やすいのかなと思います。これね、買ってよかった。本当にね、これ買ってよかったと思う。靴は今 GU で買った靴を履いてるんですけど、これも GU で買った靴なんですけど、これを合わせたんですね。で、これ本当に楽なんですよ。クッションなのでとても楽。そしてヒールが太いんだけど、すごく形綺麗じゃない？これね、形完全に一目惚れして私買いました。めっちゃ楽で歩いてて。で、やっぱパンツスタイルにはヒールをね、合わせた方が私はちびっこなのでスタイルがよく見えると思ってるんですけど、下のパンツに T シャツとか合わせても絶対素敵だし、すごく使い勝手がね、いいセットアップだと思います。ワイド丈のパンツってちょっと抵抗があったんだけど、太く見えちゃいそうで怖かったんだけど、これは本当にスタイルが綺麗によく見えるパンツだなと思った。これ本当に T シャツ合わせたいわ。あとはキャップ合わせて、キャップだけでも結構可愛いんだけど、こういうのかけても急にカジュアルな感じで、いろんなパターンができるセットアップだと思います。これお帽子かぶるとやっぱいいね。なんかどこでも着られちゃうよね、こういうセットアップは。これ一押しです。私買ってよかった。これね、すごく悩んだの。だって2回行ってるから、自由にパンツかーって思って悩んで2回目で買ってるんで、やっぱ正解でした。はい、では次はレースのセットアップ紹介していこうと思います。 S がなかったの、だから M を買いました。なのでちょっと大きいかも。これすごく可愛いでしょ。これ可愛いよね。で、よく見るとね、めちゃくちゃレースが細かいんですよ。ピーポーがすごい。で、お色がこの白とブラックとブルーとブラウン、この4種類なんですけど、このトップスの上にもまたカーディガンが売ってます。ただ白いタイプはカーディガンが売り切れてた、だから上下だけ買ってきました。で、ブラウンもちょっと迷ったんだけど、私に似合うブラウンがちょっとわからない、なんだろうな、ちょっとくすみブラウンみたいな感じだったので、私は白を選びました。スカートはね、スカートも同じようにレースでできてて、めちゃくちゃ可愛い。で、なんかこれの似たような感じで、レースがレースしてるというか、わかるかな、レースがね、レースしてるセットアップも売ってるんだけど、タンクトップみたいな感じのタイプでしょ。でも、もう一個の方は、ちょっと、間違ったらちょっとおばさんっぽくなっちゃいそうで怖いなと思って、私はこっちを選びました。レースだわ。下
ームレースになってる、かわいい。はい、では早速着ていこうと思います。こんな感じで着てみました。これね、下にタンクトップを着ることをおすすめします。透けちゃうので。で、本当にね、レースがすごく素敵で、レースがね、すごく素敵なんです、これ。で、ちょっと M だったんですけど、まあ、トップスは問題なかったです、 M でも。あと横から見えちゃうからね、ブラトップとかでもいいんじゃないかな。ブラトップでもいいと思います。ちょっとスカートがちょっと大きいかな。ちゃんとスカートの下にベチコートみたいなのがついてるので、スカートも透ける心配はないかと思います。結構ね、厚手なんですよ、これ。靴とかはやっぱりさっき紹介した靴が私的に合わせるとお上品で好きなんですけど、冬場とかだったらちょっとごついマーチンみたいなブーツも私だったら合わせるかな。伸縮性があるので本当に動きやすい感じが良いですね。海とか着てったらすごく可愛いかも。海ぐらいしか浮かばなかったんですけど、海とか着てったり、あとこれでね、全然カジュアルランチとか素敵なとこでランチとかも全然できるので、したらすごく素敵なんじゃないかと思います。今回ね、2点セットアップ買ったんだけど、どちらもね、マジで正解だったと思います。本当に正解でした、買って。今年特になんかセットアップが流行ってるようなので、皆さんもぜひ GU に行ってセットアップ買ってみてはいかがでしょうか。これね、本当のマジなんですよ。本当にね、良いですよ。本当に良いものですよ。あとセットアップって何がいいかっていうと、それだけでめちゃくちゃおしゃれな人になる。あとエレガントな感じがするので、どこでも着ていけちゃう。めちゃくちゃセットアップは便利で、持っといて損はないと思います。男性もね、今セットアップ結構出てるので、やっぱセットアップはね、買って損はないと私は思います。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。ではでは、ゆりっぺでした。バイバイ。